顔。可愛い子とブスが面接に来たら可愛い子が受かるでしょ。頭悪そうな可愛い子がゲイになったりするし、可愛ければ全てよしってわけ。出願症という特殊な障害の恐れがあります。人の顔が認識できなくなるという障害なんです。目、鼻、口などそれぞれのパーツとしては分かるのですが、全体像として人の顔を認識することができないんです。ねえ、もし私がさ、顔が分からないって言ったらどうする？